いけた。こんばんは、ピロリンさん、さん、うん？ミロリンさん、サンガイさん、シュンさん、エイサクさん、ハルチさん、カイさん、ヤムさん、タマトーボさん、コテキチさん、ヒーク、エイティさん、ユウトさん、コウシエンさん、コウンさん、シンサイコさん、イッチャン、スイカさん、シンヌシキさん、なんか変な絵文字の人、シュルタンさん、アカレさん、TK さん、バスギアさん、ブヤテツさん、クビちゃん、イントロさん、ファッションテレビさん、ヤスベさん、キッチンさん、ワタさん、ハイギピーさん、ユナニーツさん、ナリテさん、トラコさん、タカプレさん、ありがとう、ヨシヒコさん、ワイちゃん、あやさん、ヤッホー、ビンゴのカニさん、サンガイさん、アオニクカニヒキさん、ユーチユーちゃん、スラミミさん、シンノシキさん、ユミセキさん、お反応ありがとうございます。口、痛いです。また、タカノリさん、ビンゴの神さん、ヒカリさん、ノブさん、ありがとう、カニさん、花びらありがとうございます。ヒデ君、シワリさん、トリダーさん、ジョッシー、はじめさん、ネトモさん、トークン、サセンちゃん、モビアさん、アルチさん、タケオさん、明日クアトリック、本当？リンクウッズ持ってきますか？リンク推しですか？キュートさん、こんばんは。リンタロさん、マドラさん、 AD さん、タコ、ありがとうございます。なんかおかしかったよ、おかしかったよ、なんで関西弁。セレンジさん、ユウキさん、シャイニングフィンガーさん、ノブさん、かわいい、ありがとうございます。ミシェルボーイさん、サユッチョさん、釣り吉さん、ダンさん、スーさん、ありがとう。アンダーソンさん、カズキさん、アッサン、ケンジさん、ヒデくん、コウシエンさん、綺麗でありがとう。おっちゃん、シュンチ、スノさん、サノさん、綺麗でありがとう。あ、違う、カルサーニだ。岩尾さん、カルサ、ABC ハウス、サランドスル兄ちゃん、髪の切ったのになんか切った感ないですよね。また行こうかな。でもお金なくてさ、ちょっと美容院行けない。1000円カットでいいか。でも1000円、うん、どうしよう。ジンコさん、かわいい。ツーさん、バラありがとうございます。ツーさん、レインボースター、ミシルボイスさん、花びら、ありがとうございます。試し定食さん、ランゲさん、ケンザシさん、楽しい、ほんと。クリリンさん、ネギワセン、ヒロドリンコさん、今日は顔好き。なんか痩せた、痩せたけど親からさ、ママからね、顔パンパンってすごいいじられるんで、今嫌なんですよ。カート、おー、よろしく。ゆうへいさん、だるま、ありがとう。エンジョーさん、やっほー。あ、シンニギギガさん、こちらこそ。シェンさん、お疲れ、ありがとう。で、マネージャーさん、ハート、カークさん、こんばんは。そう、オーバーオールを初めて着ました。カチューシャつけておらんなんだけど。カムカムさん、花ありがとう。七光さん、ヒーロくんさん、そう、なんか髪の毛をなんか、でもね、ちょっと見て、ちょっとね、ダンカットなんですよ。これがなかったらほら、結構短いです。これぐらいでもいいかもしれんな、髪の長さ。ちょっと、もうちょっと切ってもいいかなって。これぐらいがいいかな、どうしよう。そう、1000円カット、1000円カットって男の人限定なんですか？いやいや、前髪は本当はダメなんですけど、自分で切ってます。こう、そう、そんなことない。下授業サボって、あ、留年ですか。みせひろさん、こんばんは。そう、もう私今日寒かったんですけど、なんかもう半袖着てるよ私。元気くん、こんばんは。カチューさんね、なんか私あんま似合わんかって、嫌だなった。ゆうくさん、やっほー。カズさん、やっほー。おめちゃん、花びら、しゅんち、ハート、ありがとう。2杯、2杯。シルバさん、こんばんは。シルバさん、ありがとう。そう、もう私はもうこのお話し会の2日間でメンタルを復活しました。サクマカシーさん、こんばんは。カニカマさん、お疲れ、ありがとう。そのぐらいがいい、本当。そう、なんか髪の毛でもなんかね、あのトリートメントしてみたい。したことない、やばいですよね、したことないの。していたいかも、でもちょっと今は無理。ついちゃん、こんばんは。知り合い美容師さんに知り合いおりません。小田さん、こんばんは。
そうなんかな。じゃあ自分前も1000円カット、え、じゃあ自分も、え、やばいかな、え、別にいいよね、だって私まだ18歳だし18歳だから許される、多分。阿部ちゃん花見らありがとうございます。みみみのみみ太郎さんこんばんは。お、ミリタン、じゃあミリタンが行っとるなら私も行ってもいいと思う。ヨネシーさんこんばんは。そう、寒かった、そう、足、そう、出してました留年してほしい、いやいや、してほしい、してほしくないけど、うん、あ、うん、おった卒を留年しましょう。そっとり太郎さんこんばんは。元気くん、レインボースター、ショイグさん、ありがとうございます。くらやげくん、ビンゴの神さんこんばんは。めっちゃ似合ってた、いやいや、スーさんかわいい、阿部ちゃんくんありがとう、ラオスさんヤッホー、残念。ジャクソンさんこんばんは、ニーハイ。そうあの、私3ヶ月に1回闇期に入るんですよ。靴下、靴下白よ、ほら、あ、汚い汚い、やだ、ごめんなさい、これ学校で履いて糸ってやったっけ、ちょっと汚い、すまんね、あの砂がついてる、汚くてごめんね。そうそう、ほ、何その絵文字、ほんまです、ほんまです。したことない。てつやさんこんばんは。大好きさんこんばんは。2日連続で、あれあれ、昨日来てましたっけ、あれじゃちょっとありがとう、こちらこそ。シンジャオムロンさんこんばんは。トリートメントね、高いもん、高いからやりたくない、やりたくないけどやってみた、一回は。ヨッシーさんこんばんは。2500円、自分が行っとる病院はなんか3000、4000ぐらいでした。よければ、やめとく、絶対変になる。トリダーさん、綺麗でありがとう。そう、公開処刑、しおりさん、レインボースター、ミミントロールさん、かわいい、ありがとうございます。しっぽさん、こんばんは。メイクさんね、なんか、なんかメンバーを、なんかいっぱいやんないといけないからね、忙しくて お願いできないんですよ、あんまり。そう、今日も美しい、ありがとう。トトちゃんさんこんばんは。3924さんこんばんは。いいな、そう、あ、靴靴、あ、そういうこと。え、あのね、私ね、靴ね、こだわりなくてね、靴ね、あ、3足ぐらいしかない。え、嘘、え、本当は6足ぐらいあるけど、3足ぐらいしか、まあ3足を回して履いてます。山ちゃんこんばんは。そう、ちょっと汚かった4半期ごとに、なんでだろう、なんかね、なんでだろうあきさんこんばんは。そう、闇があれ、リボンカチューシャ可愛かったさん、こんばんは。コウさんこんばんは。こちらこそ、今日もありがとうございます。ちょっとコメントが遅れてく。瀬戸内のミニマロンさんこんばんは。あんにさんこんばんはそう、トリートメントしてみたいんですけど、うん、ガチャピン T シャツさんかわいい、ありがとうございます。しんいちさんこんばんは。でもお姉ちゃんって言われたことないから、ちょっとお姉ちゃんキャラでいこうかなって思ってる今え、でも、うん、そう、今日、あ、そう、今日はね、なんかみんな結構思ってたより優しい質問多めでした。友でな、私はもうキャバクラのスカートばっかりされるのでないです、ないです、全然ない、普通にキャバクラのスカートしかない。アーチさんこんばんはさ、靴こだわらん、靴見えんもん、どうでもいいなと思って、
唾液はあれお母さんの勝手に取って勝手に使ってるんです。そうじゃろ、もう靴はどうでもいいんです。大体3ヶ月に1回ぐらいやみますね。中ちゃん1号さんこんばんは、ありがとう。こちらこそ。エリックさんこんばんは。そうリンコは沼です。キティさんのサンドル、ありがとう、嬉しい、いいね。ミッチーさん、ヤッホー。アキさんこんばんは。変な絵文字の指摘。ダルマンさんこんばんは。そう、どうじゃろう、その時の私の状態によります。アシックス。そうなんかね、逆に高校卒業して逆になんか闇に入ってしまった。今日告白しましたよ。菅さん初見です、ありがとうございます。ヒロさんヤッホーって変なことしてる、そうなんてコメントにヤッホーとか言ってる。あれちょっと頭が回らない、疲れた。今日ね普通に話した。カプカサンダル、リンちゃん毎日お疲れ様クッキーって郵送してよ。そうキャバクラとなんか変な出会い系アプリの勧誘ばっかりされてる。それしかされたことないです。タクルさんヤッホー。そうナイキなんてね高い靴は私は買いません。あのスーパーで1500円ぐらいの靴を前買ったんですけど、メンバーとマネージャーさんからそれおばあちゃんが履く靴だよってすごい言われて、もう今履いてないあんまり。そうまた続きは次で。キャンさんこんばんは、今日会えなくてなんで。早くさい、いねむねむさやほー。花松、あなんだっけ、松花屋堂弁当さんと松花堂弁当さんこんばんは。そうみんなもやむのね。ポポンさんこんばんは。今日ねそういっぱいいました。なんか歯のなんか動く痛みが落ち着いたんですけど、喋ったら器具がねベロに当てて痛いんですよ。もうしんどい。でもおかげで痩せた。あやあ。そう本通りとかそこら辺ばっかり。もうデイノスカウトなんかされたことない、全然ないです。もうね最近なんか自分そうなんか断れんくてキャバクラの勧誘を、すみませんみたいな感じだったんですけど、もう今ガン無視してるの、もう、ちょっと無理ですみたいな。そう美味しいお寿司、おおよかった最近、高いイメージがある、見てみようかな。りんこちゃんのうちは持ってるのがバレます。あ明日も持ってきてくれましたね、よしひささん、はじめまして。はじめましてかな。そうそう、またでもなんか自分そうお話し会とかでは結構話せるんですけど、握手会が始まったらずっとお話し会みたいに話せない。下手スーツにネクタイ、おお5月はおお待っております。シチリさんこんばんは。なんかまあむしってる、ギルバト、なんだギルバト、あドラゴンエッグですね。何でもするよインコ。次どうしようかな、次もし7枚目の話し会があった時にもし昇格とかできとってコスプレできるようになったらやってみたいです。うん、となんか本堂入りのさなんか流れ川のさあたりをなんかあたりがあるんですよ、なんかちょっとグレーゾーンみたいな。そうそこら辺になんか
なんか流れ川の、あ、自分がバイ、あ、ごめんなさい、何でもないです何でもないです、何でもないです、はいいや、個人情報めっちゃいいとこでした。そう今日キャバクラね思った。でも似合ってた。なんか握手会はね、一回エディオンでやったことがある。そうぬいぐるみ、自分も持っていこうかな。中谷さん、じゅんさん、こんばんは、やっほー、うん、そう、どうしよう。あやさん、こんばんは。ムッシュで、どういうこと危ない危ない危ない何でもないです、はい。流れ川は行かない、用がないから。あ、でもなんかあれでした、カンナギラビッチさんのとコラボ対バンとさせていただいた時もはもうそんな感じでした流れ川はなんか夜遊びする街って感じがするかもしれないです。歓楽街、なんか夜遊びイエーイみたいな感じの街だと思う、自分的には。そうだけん、そういう夜勤ぶりとかそこら辺は歩いたら勧誘がすごいそうなイメージがある。夜遊び、サラリーマンの人が女の子とイチャイチャしたりするところかなって感じ。私は行かんよ、用ないもんだってでも私ゲイバー行ってみたいんですよ。そう、二十歳になったらちょっとゲイバー行ってみようかなって、行ってみたい、友達になりたいんですわかんないけど楽しそうじゃないですか、なってみたいんです。そう、あ、でもあと二十歳になったら二十歳になったら居酒屋行きたいです、居酒屋行ってみたいです居酒屋行って、なんだ居酒屋行ってレモンチューハイを飲んでみたいなってそう、行ってみたいんよ。お母さんと話してるの、お母さんと約束した、お母さんと二十歳になったらゲームは一緒に行こうねって約束した。アザックさん、こんばんは大丈夫よそう、保護者としてなんて、津波はもちろん、枝豆だよ。そう、そうなん、お酒中法わかんないでもね、私ね、お母さんが結構お酒中止なんでしょ、じゃけ強いかもしれん楽しみって。でも私ももう18歳になってさ、高校卒業したからすごい自由になった気がするそう、いや、誘って、いやです居酒屋行きたいんですよね、行きたいですよね、行ってみたいです行きたいですよ、やばいですね、行ってみたい。お父さんは弱い、どうやってお疲れ、なんだそれそう、あ、うちさん、ありがとう、まだね、そう、まだ飲みません、まだそう、飲んだらピーポーピーポーされるから、私はピーポーピーポーされたくないからいつか一緒にいいよそう、もっとゆっくり、そんな全然いっぱい話した、弟知らん弟、なぜ、まだ弟もまだ飲んだことないから知らないね、ピーポーピーポーされるし、そう、もう、あ、クビになるクビになるからちょっとダメだよってダメです。
あ、そう、あるよね、なんか瀬戸内のお酒を飲むやつ。固まった。あ、バンされた？え？あ、え？え、だって、え？変な話してないよ。なんで？してないじゃん。え、バンじゃないよね。え、変な話してないんだが。してないって。なんで？え、バンじゃないですよね。あ、よかった。私まだバンされたことないから。え、電波切るだけですよね。うん、まあマネージャーさんから。え、変な話してないんだが。変な話してない。そう、変な話してないよ。普通に、普通に、あれ、変な話してないよ別に。あれ、それじゃないですね普通。いや、だって広島の話なんで、広島の話なんで。別に私広島なんで、広島なんで。はい。え、されてない、まだ。あ、大丈夫大丈夫。そう、え、だって自分アンチの人にクソがって、クソバカがって言っても、マネージャーさんに別に何も言われんかったけん大丈夫。え、なんでギリギリな、え、そんな、え、なんか自分常識ないんかな。常識ないですよね。え、なんか、え、そんなにダメだったかな。え、ごめんなさい、ごめんなさい。そう、え、常識ないですか、あれ。え、でもそんな悪い話したかな。え、アイドルがする話ではないのか。そっか、そうですね。そうそうそう、そうでした、すいません。そう、名前は指した、あ、はい。うん、うん、やめとこう、ちょっと惹かれる。やめとこう。え、でもそんな、まあだって、うん、うん、はい。最悪。うん、いや、ダメだ、やめとこう。だって普通に考えて、男の人はそんなお酒を話する女の人好きじゃないから、やめときます。ちょっとやめとこう。マナー講座行った方がいいかな。そうだね。でもなんか、そう、え、だってなんか、そうかもしれん。そう、清楚なんですけど自分でも。なんか、でもなんか私、そう、一人暮らししたことなくて。そうで、なんか税金の払い方とか、なんか申請の仕方とか分かんなくて焦ってる。あ、クレジットカードを作った方がいいかなとか、保険入った方がいいかなとか。もっと常識を学ばないとなと思って。そう、税金の払い方分かん、いや、もうか、なんか全部やってもらってて、そう、全部なんか、え、自分で税金の払い方分からなくて、クレジットカードとかの作り方も知らないですよ。もっとやばいですよね。そう、保険、なんか保険とか入った方がいいかなとか。そう、でも勉強した方がいいかなと思って。そうそう、だから、そう、自転車保険、え、え、いや、多分、ん、そう、だからクレジットカード作った方がいいかなとか。
そう、全部やってもらってて、やめといた方がいい、どうしよう。うん、そう、なんか常識を分かんないんでしょ、なんかって分かんない。そうだ、じゃけさ、やらんとなって思って。生命保険入った方がいいですか？そっか入らないと。免許もね、免許はちょっと怖いの絶対事故る気がする。てっちゃんこんばんは。え、でも就職とかさ何も考え、やばいかな、もう将来が不安すぎて怖いんですよ。でもなんか将来のこと全く考えてない。生命保険、え、誰に相続したらいいんかなどうじゃろう。そう、え、わかんない。生命保険教習所なんか行ける時間ないかも。でもひななさんのショールームの通知した怖い、将来が不安で。子供、え、私子供見たくないです、ごめんなさい。いらないで、いらないって言ったらごめんなさい。いらない、私なんか痛いの無理なんですよ。一回なんかたまたま動画をあさってたら出産シーンが出てきて、ちょっと私には耐えられそうにないですそう、子供はちょっといや、いらないというか、ちょっと無理。え、でも自分なんか多分いっぱい産める体型なんですよ。え、なんかね、中学、あ、多分行ったことあるんですけど、中学生の時に、おお、これは子供が産みやすい体だねって言われたんですよ。そう、だけど産みやすいと思うんですけど、でもちょっと痛いのは嫌だからちょっと今は子供は考えてないです子供は、そうそう、なんか骨盤が広いらしい。いや、女の先生よ、女の先生で骨盤が広いからなんか産みやすいらしいって言われた。そう、お尻大きいからそう、骨盤が広いからなんか産みやすいらしいですって言われた、中学生の時に言われたあの先生、あ、お医者さんですよ、お医者さんに。そう、でも今のところはちょっと言いたいから考えとらんそう、お母さんにならない、うん、痛いよ。だって鼻の穴からスイカが出る 痛さらしい。本日のハムえー、え、攻めた、攻めてますこれ。え、もうやだ、やめよう、私ショールーム向いてないや、やめたいえって言ってた、言ってた、ママがね、鼻の穴からスイカが出る痛みだよって。ちょっと耐えれないとかちゃんありがとう。そう、だから今のところは子供は考えてなくて、今のところ考えてる将来設計は、まあまず、まあ自分でお金を稼いで、生きて結婚は今のところは考えてないけど、どうだろう、まあ、もし仮にするとしても30、35ぐらいでして、子供はいらなくて犬を5匹ぐらい飼って、なんか田舎に大きい家を買って5匹ぐらい飼ってみたいし、あとそれでちょっとお金持ちになって50歳53歳ぐらいで死にたいなって思ってる。ああ、そんな感じです。さっきでもさ、バラありがとうございます。そう、ワンちゃん、そう、まあ今のとこ結婚、え、でも結婚せんでいいかなって思ってるけど、どうなんだろう。そう、そこまでもう考えてる
な。なんかそうかな。でも自分将来ね、絶対なんか病気になる気がする。絶対なんか自分もう、だって私食生活だって野菜を全然食べないんですよ。絶対病気になるから絶対早く死ぬなって思ってそう年金、あそっか、そうですね、年金もらえるのはちょっとそっか、野菜食べない。なんかしかも今レタスがさ歯に刺さって痛くて食べれないんですそうそう、あと会社経営とかしてみたいなって思ったりしてるけど、でも失敗するのが怖くて、あと全然何したらいいか分かんないから、まあ、私には無理だなと思ってそうだからちょっと無理です。まあ普通に就職しようって就職してるか、なんかレタスがぐさぐさ歯茎に刺さって痛いですフフ歯茎に刺さる。結婚はいいかな全然何も考えてないです。もうなすがままに生きて、多分でも自分 STU 入ってなかったら、高校卒業したら多分専門学校に行ってた気がするうん、長生きフフ玉残しに乗ってそうだ。どんなイメージ。専門学校、アニマル系か外資系の専門学校行ってたかもしれん、多分。そうかも。わかんない。はい、幸せになりたいと思います車の免許はね親から止められてます。のんぴーさんバラありがとうございます。そう、でも最近なんか踊る時になんか、なんじゃろ、なんかちょっと感情移入するのが楽しいなと思うようになってきた。外国語系の専門学校、そう株なんだ株って。まあなんだかんだなんかでも私なんか将来の夢がサメアイドルと思ったことなかったから、でもすごい貴重な経験をしてる公式ツイッター、何公式ツイッターって、なんだそれ。なんかそうダンスをするときになんかその歌の気持ちになって踊ったらすごい楽しくなったんです。あら、STU のオーディション行けなよママちゃんの話し会で、何それ。福ちゃんさんがあげてたツイートでりんこちゃんの子、本当、見てみよう。怖っ私ねダンスの先生できるほどちょっと下手なんで、今日もね家帰るときね踊りながら帰ったよ家あそう今日今日話し会終わってから今日マスカラをリコチンのおすすめのマスカラが欲しくて買いに行ったんですよ、デパートコスメもう恥ずかしかった、めっちゃ緊張した。そう、うるさかった、あーやだ、なんだそれ、見てみよう。そうデパートコスメ、そうリコチになんかいい、そのリコチのまつげがすごい綺麗で
なんかえそれえめ まつげかわいいって言ったら教えてもらって、そう買いに行ったの。そう今日もね踊りながらデパートコスメを買いに行きました。リンコの唇のファン、え翔平さん、ひんくんこんばんは。そうなんかすごい、えもうなんか場違いな気がして、もう私なんて本当にいつもさ500円ぐらいのマスカラを使ってたんでだから本当に緊張した。そうなんかね、なんだっけ、そうあと今日ねあれを飲んだよ、スターバックスのホワイトモカも。そう500円のあのキャンメイクとかセザンヌのマスカラを使ってたんですけど、あのリクチのまつげがすごい綺麗なんですよ。でえ、ま、えめっちゃ可愛いねまつげって言って、したらリクチにこれがいいよって教えてもらって今日買いに行ったんですよ。どこだ、そうリコチのおかげでデパコスデビューしたんですそうもうね私はずっとプチプラばっかりだったから、まあちょっとでも多分私スティール入ってなかったら絶対にずっともう化粧品なんて100均でいいと思ってたから、そうリコチの、あーごめんなさい、同じの欲しい、いやちょっと恐れんですよ。よし値段そう高いよこれ5000円するの多分下それぐらい、うーん私の高い100均だったら500分の1で済んでたのにあとこっちが3300円でした。多分どう？もうお金なさみ。リクチのファッションとかもどこで買うんかなって思ったりいつも。うん、そう高いんですよ。でもなんかそう思ってなんか結構周りのみんなが高いやつばっかり使ってるからちょっと私やばいなと思い始めてちょっとあ50分の1でした。はい。左右でこっちがねなんかね下地らしいです、よくわかんないけど、うん、でも100均のマスカラで公園出たらすごい目の下が黒くなりましただからやっぱり、うん、ある程度そうもうあ前髪切ろう今日そう流れた今日の話し会、あダメダメそういう話してダメ前に買った福袋の前全然使ってないですだってなんかそうそうここだけの話、STU 入ってから、まあ、社会人になって自分でお金を稼ぐじゃないですか。でなんかそうなんかでもなんかそうだからなんかそうこ STU 入る前よりかはなんかお金を持つようになったんですよ。そうでもなんかでもなんかいらないことに
使っちゃって結局金欠っていう、え、わかんない韓国の会社にも日本の練習生がたくさんいます。アイドルですか？そう、え、なんかね、いらない、ほんとももたんの、え、これいらないよねっていう服とかいっぱい、なんかいらないことに、あとヤンヤンつけ棒を10個とか前買ったし、食べ物に全部使う。最初のお給料で何買った？え、なんだっけ、多分服、あと服とかも、そう、そう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 、そう、なんかあかりんさんの誕生日にヤンヤンつけ棒を買おうと思ってで買ったんですよ。で食べたくなって食べたんですよ。でまだちょっと、まだあげてないんですけど食べたんです。めっちゃ美味しくて10個買ったからもうバイバイって感じです。そうじゃけ、でもアマゾン使うときにさ、クレジットカードだったら便利だよね。そう、あった、今日あかりんさんいた、ヤンヤンするんですよ今もね、ここにここにあるよ、ほらほら。で今、はい、だって食べれんけど、ヤンヤンチケボーがいっぱいある。私もほら、そう、自分で食べてしまった。うん、食べたいと思って、いっぱいある。あーわ、これこれ、今はちょっと歯が痛いけど食べれんほら、おいしい。そう、リボ払い、何ですかそれは。何味、なんかチョコにつけて食べるんです。うん、全国で売ってある。そう、美味しい。でも今はちょっと痛くて食べれん。そう、うん、なんか棒があって、棒をチョコにつけて、なんか何これ、トッピングして食べるみたいな感じそう、リボ払いは知らない方が、あ、怖い、え、何そう、一つ108円、110円です多分そう、もうお菓子大好き。あとねるねるねるねとかも大好きだから、ねるねるねるねとかもすごい買っちゃったりする。ねるねるねるねはソーダで一筋美味しそうじゃろ、じゃろ、なるほどデビットカード、ちょっと私にはまだ早いですね。でもお母さんがクレカ作れって言ってくるんですよ。なんかアマゾンとかで買い物するときに全部お母さんに任せちゃうから、もうめくれか作れやって言われるんですよ。でも作り方がわからん私のお給料の8割はお菓子で聞いていきます本当に。あのね、この前なんかドラッグストアで5000円分お菓子買った。バカだよね、最悪、もうバカあの、そう、エンゲルケースどうじゃろう、8割はお菓子かもしれん、うん、お菓子、食費、食費とか、そう、買ってしまった。ドラッグストア最強ですよね。4000円なんかいっぱい買った。いやいやいや、でも最近はそう、どんどん溜まっていくばっかり。ねるねるねるね美味しいよ。ねるねるねるねは、美容、え、今日美容に使ったじゃん、これ高かったよ、もうさっきこれで満足そう
私もそう、でも最近歯が矯正してから毎日深夜の2時ぐらいにコンビニ行ってお菓子爆買いしてたんですよ最近でも歯痛くて食べれんから最近行ってなくてコンビニ、じゃけんちょっと痩せてきた、バーイそう、もうお菓子大好きじゃけんね、本当に最強お菓子は、お菓子はポジチは最強。そう、深夜のね2時ぐらいにねコンビニに行ってお菓子をたっぷり買って買い込んでそう、私の定番コース言うね。あーあクマありがとう、サシナユイさんありがとう、います、ここに。私のお決まりコースなんですけど、納豆巻きとカラキューってやつと、あとポテチのバター味か醤油味と、あとじゃがりこと、あとなんかプリンかアイス、その日の気分によって決める。で揚げ物コーナーがあったら、まあ、なんかあったらハッシュドポテトを買う、あと美容に一応気をつけて野菜ジュースを買って、あとなんかチューイングキャンディー、あのチューキャンってやつを買うっていうルーティンがありましたそれを深夜に買って全部食べるっていうことをしてました、私はで食べ過ぎちゃダメ、そうそうそう。最近はでも最近はラーメンとか、え、じゃがいも大好きほぼほぼ毎日やってたから5キロ太ったんですよ行きません行きません、近所のコンビニに行くだけいやいや一応野菜ジュースは重要そう、ほんとで、それで一回そのコンビニで一回1500円ぐらい使うんですよ、1日。だから単純に考えたら結構1ヶ月するから、ちょっとそう、パンケーキ好き、え、最近はあれが好きだよ、なんだっけ名前忘れたけど、食パンの甘いやつそう、もう顔がね、でも最近はやってないし今日も全然食べてないから、もう今日も痩せるわ私は、これから1500円ぐらい大体時計、もうお金が常にないんですあ、そう、フレンチトースト、そう、ゼロミリタンと気が合う、なんかエステ行ってた、行ってお母さんが行ってるエステに一回行ったんですけど、なんかお菓子食べたいな、そのお金でお菓子食べたいなって思っちゃってダメだったコーラはね、コーラ私あんま好きじゃない、コーラよりもなんかなんだろう、甘いミルク系のジュースが好きです、じゃろうね、もう本当に美意識が低くてそう、あ、そう、私住民税来るんですよ、お金貯めとかないとあ、練乳とかホイップクリームそのまま食べるのも好き、リカリーさんやっほー、そうコーラはねあんま好きじゃないあ、住民税忘れちゃった、住民税住民税ためお金使わないようにしよう、ちょっと住民税がコツコツ、そうだよ、もうで私親にお小遣いもらってないの偉いでしょあれ今年住民税だっけ、来年かな、え、でも多分今年来る気がするあ、そう、6月に来るって言っとった気がするわ、あああ、出んかった、はい、はい、そうよ、ちゃんとやってます変な魅力なんだえらい、私全然分かんなくて全部税理士さんにやってもらった、もう
ルヘさん可愛い、ありがとうございます。全部やった、やってもらった。もう分かんなかったから、そう、車とかも、そう、難しくて分かんなかったから。たんちゃんありがとう。そう、でも社長、私あの今日もダバコス買った時に、なんか書かされたんでしょ、職業のところね、自営業に丸しちゃった。そう、そんなにお母さんの知り合いの人だから。みのみさんやっほー、自営業ちょっとなんか何とか言っていいから分からんくって、自営業に丸したったしたったしちゃった。やだ、自分でそんな書きたくないですよ、嫌ですよ。でもこの間職質されそうになったんや、自分。そう、怖かったけど、なんか警察の人がおったら、自分悪いことしてないのに、なんかすごいドキドキしちゃって、この前警察の人にすごいガン見されて、やばい、悪いことしてないけどなんか緊張しちゃうので、そこの職質されそうになった。悪い、なんか緊張しちゃうんですよ、わかります。いるって。怖かった。そう、自分でアイドルとかちょっと怖い。こんばんは。もう本当に悪いことしてないのに、なんか、そう、なんか多分その時踊りながら歩いてたら絶対職質されてたと思う。なんかスーパーの自転車のところをおったんですよ。なんかそしたら警察の人を追ってから、めっちゃガン見されたけん怖かった。めっちゃされたことある。何したの、大好きさんこんばんは。違う、普通にスーパーでトマト買って、トマトをあのカバンに入れてたら警察の人がいたから、あっって顔したらガン見されたっていう。そう、なんかね、多分広島県警って書いてあったから、多分警察の人だと思う、違うんかな。タウン詐欺か。でもなんか踊っちゃう。さ、トマトを買った、トマトと牛乳を買ってカバンに入れてたらなんかいたからビックってなった。いや、まあ、その時すっぴんでしたから。すっぴんだったから、そう、怖かった。いや、でもなんか最近さ、自分があの小学生の時になんかよく不審者の人がいたんですけど、最近減ったよね。最近減った気がする、不審者が。さ、いつもスピン。なんか違う、なんか変なこと、別に悪いことしてないんですけど、なんかってなっちゃうから怖かった。あと最近もう深夜にももたんの散歩とか行くんですけど、よく警察がいて、警察の人がいて怖い。なんかそう、自分の友達がなんか小学生の時になんか変な人がいたよみたいな、変な人がいてよって言われたりとかしてて、そう、でも最近は変な人いないなと思って、はい。大好きさん、お、本当？やった。そう、もう深夜にももちゃんとか言いながら近所歩いてるから、しかもあの深夜誰もおらんから、
こう歌いながらさ、あ、ちょっとちっちゃい声でね歌いながらこうやって散歩とかしてたりしたら、なんか人がおったりしてびっくりしたりとかするいやいやだって聞いて、だってレッスンが9時ぐらいに終わったとして家帰ってそっから寝て起きたら3時ぐらいで、ももたんがおしっこ行ったいよって言うからしょうがないなって、で結局深夜になっちゃう。で歌うの、あの最近おしべとめしべと夜のちょうちょがハマってて、そう、あのね、大堀めぐみさんのなんだっけ、どうかしらっていうキャッチフレーズを最近深夜に散歩行くときにどうかしらって一人で言いながら言ってたりとかそうしてて、完全に変な人に なってるあーそう、深夜になっちゃうかダメだよねそう、もう本当におしめしやりたいよ私じゃろ、もう変な人になってるでたまに人おらんなと思っとってもたまに人がおるじゃあそうおしめしを歌ってるなんかそう、おしめしやりたい、絶対私はおしべがいいえ、自分なんかさ、ちょっと最近さあれなんですよ、最近 AKB さんでハマっとる曲はグリーンフラッシュとおしめしとあとアイムシュアとかかなそう、爽やかな、爽やかな歌なんだろう、遠くから離れてるみたいな、え感じ。リノさんありがとうございますめしべは誰だろう、なんだっけ、グリーンフラッシュのラップなんだろうみたいななんだっけ、うん、なんとかだろうみたいな、最後チューするよね、最後ぶっちゅうし、あのおしめしの大堀めしべ、大堀めしべさん、ん、大堀めぐみさんのと笠井智美さんの動画を見たんですよ、最後あのぶっちゅうしててふーってなった、そう、おー超絶久しぶりそうぶっちゅうしてて、しかも軽くチューじゃなくてぶっちゅうなんですよびっくりした、え、ぶっちゅうしてると思って、チュじゃなくてぶっちゅうです、そう、そう、ももちゃんはもう毎日ディップキスそう、でもそう、ぶっちゅうって、でも私女の人とさぶっちゅうしたことない、男の人もないんですけど、ファーストキスまだなんですよね。でもなんか本当になんか周りの友達はなんかもう周りの友達なんか本当に結婚してる人とかもいるし、私やばいよね、どうしよう、でも分かんないもんそう、ももちゃんとしてるディープそれは、え、自分だってだって何もない、そうしてる人がいる私は本当にやばいです、仲間そう早いよねやばいよ、どうしよう、置いてかれる、どんどんやばい、私結婚しないと結婚しないと、相手募集中、そう、舌を入れるやつをしてたですよ、
大堀めぐみさんが、大堀めぐみさん、大堀めぐみさんと笠井智美さんがそう、うん、募集中、うん、条件犬が好きな人と優しくて、あと浮気しない人がいいなって。え、学校でみんなぶっちゅうしてました、私だけ置いてけぼりでした。婚姻届け、え、怖い怖い、浮気しない人がいいですそう、学校で立候補、え、いいよいいよ、そう、犬第一希望、犬が好きな人、でもなんか自分の行っとった高校は周りほとほぼほぼなんかなんだろう、なんか本当に男の人は変態だからなと思った。だって自分が高校の授業で保健とかの時に男子がウィーとかやるんですよ、うざくてうざくて。男の人は結局みんな変態なんだなとその時気づいたえ、私も芝居の好きですよ、何でも好き、うん、そう、え、だから、あ、もう男うぜえと思いましたその時にそうで、なんかそう保健の授業の時に「リンクちゃんウェー」みたいなやられて、うぜえって。自分は高校では清楚キャラだったんで、はあ、もうやめてよみたいな感じでやってたんですけど、私保健一緒でした、一緒だった、保健の授業一緒だった、私の学校だけかな、なんか「リンクじゃーん」みたいなやってきて、はあ、うぜえとうざかった、うざかった、なんかねすごいうざい学校でしたうざろ、なんか男の人はみんな変態なんだよって先生に言われて、あ、そっかって なったあとお母さんにも教わりました、男の人はねどれだけイケメンぶっててもね内心内心変なことしか考えてないんだよってお母さんに言われて、そうなんだなって思った、そうえ、でも自分保険得意でしたえ、違う、でも変態とかじゃなくて普通に覚えやすくて得意でしたそう、なんだ私はね、いやいや、え、自分はいたって健全なんですよそう、なんかもう本当に疲れた、自分もユリで行こうかなユリ、うん、え、自分はなんか普通に授業聞いてて、でなんか保健の時にさ周りの席が男ばっかで、リンクちゃんみたいなうざいわって感じでした。ゆりでいいや、タツと猫、タツと猫なんだそれ、育成なら、もちろんレイカしかあ、でもレイカはゆりじゃないから振られるどんな女の子、清潔な子がいいです自分が人のことやん、そう、まあ、高校生活最悪だったよ、最悪だったもんね、もう本当に最悪でした真似してるあやこじ、あやこじいいですね、あやこじいいですね、いいですね、でももうね私どうしよう、わかんない
もう分かんないです、どうしよう、分かんなくなってきた。まあ一人で生きていこうかな。生きるかゆりな、初めて知った、本当にね、狙っちゃうかな。お風呂、お風呂、お風呂もちろん冷夏しか、そう、アンピーはね高嶺の花だから、まあ、かアンピーは片思いって感じです、そう。でも私はそうシティ入ってから、シティ入ってからへちょっと変な風になっちゃった。みんなのせいです、さこちゃんは捕まる。セラピは絶対軽く足なわれる。ミニタンも嫌がられそうで、ちょっとそう、 ST 入ってからちょっと変な風になった。最悪だよ、みんなのせいです、責任取ってください。インナーカラー緑、おお、かっこいい。リコチはちょっとなんか、リコチはなんか違うかな。そう、あなたたちのせいです。ミリはイケメンですから。シミサラちょっとまだ、シミサラもまだちょっと捕まるからやめとった方がいいかも。そう、いや本当だ、自分シミサラと付き合ったら逮捕される。シミサラってだってあれ犯罪ですよね、シミサラと付き合ったら。あ、そっか、ショック、自分社会人だから、社会人というかもう高校18歳だから、シミサラと付き合ったら逮捕されちゃう。あらあら、犯罪になっちゃう。シミサラはそうですね、ももちゃんもね犯罪ですね。あ、パセ、あ、いいっすね、いいですね。ですね、そう、浪人生兼社会人みたいな。あ、シミサラとおしめしもいいですね。ヤヤもいいですね。そう、さこちゃんはちょっと、さこちゃんはもう私の妹なので。そっか、眠くなってきた。あ、浮気発言が。勉強は科目によって好き嫌いがあります。もうやだ、やんなってきた、もうやめよう、もう自分やっぱこのキャラやめる、だってやめる。もうこんなさ、なんかショールームでさ、なんかディープキスとかいうさ、アイドル誰も好きにならないもん、やめる、もう私またやみそう。最悪だ、もう最悪、流れ川の話するんじゃなかった、もうやめる、やっぱちゃんと真面目にアイドルしよう。もうまたやみそう、こんなショールームやったって誰も私のこと好きにならないのに、もう私なんて誰も好きにならないんですよ、もう私なんて。もうなんでこうなったんだろう。ツーショットとサイン、え、ありがとう。やみやみ、あ、明日カントリー来るの？いやー、でもお母さんに言われるんよ、あんたいらんこと喋りすぎって。だってさ、
なんか喋っちゃうの。やみそう。やみやみ。またやみ始めた。ああ、こんなはずじゃなかったのに。そう、私は当初シティーニング合格した時は清楚系キャラになって、そう、ちゃんと田舎じゃないな、広島の少女っていうキャラで行くつもりだったのに、いつの間にか変な人になっちゃった。はあ、もうごめんなさい、いらんことばっかされちゃった。いや、やめよう、もう私やっぱちょっと、もうキャラやめます、キャラやめよう、ちょっとキャラもうちょっと本当にキャラ作る今度から。いや、だって嫌じゃん、こんな警察の話するアイドルとか、そう嫌だよね。広島の清楚少女で行くつもりだったんですが、あつさん可愛い、ありがとう。はあ、どうじゃろう。え、でも多分ずっと清楚系キャラで言っとったらファンの方がガラリと、あの、なんじゃろう、違っとった気がする。やじゃん、最悪、もうやだーやだよ、もうどうしよう、私こんなんでいつまでたっても前へ進めないよ。ああ、どうなんだろう。え、みんなはどんな女の人が好きなんですか、タイプを教えてください。で、多分男の人って優しくて清楚系で清潔な人が好きだと思うのに、私真逆の方行ってて、リンコちゃんのみたいな人変わってますね。イケイカいいよね、いいよねって狙ってる。目の前にいるタイプ誰だよ、誰、あ、自分のこと、あ、恋人と一緒にいるかと思った。そうね、そうですね、そうですね、頑張りますね、そうですね、うん、お菓子ばっかりお金使うのやめよう、もう私もエステとか行こう、エステとか行こう、自分もだってさ、もうやばいよ、やばくない、お菓子、うん、お菓子買うのやめよう、お菓子買うのやめる。ちょっと雪りんこ狙い始めようかなって、ちょ、勝手に雪りんこって勝手にユニット。やめよう、もうお菓子買いに行くのやめて、エステとかちょっと行こうかなって、握手会ね、できるか狙います。いや、でもエステホットペッパー予約したらいいんですよね、わかりました。でもお菓子をやめてエステ行く、エステ行って100均の化粧品使うのやめてデパートコスメにする、あと余計な話をショールームでしないこと、よし、これでもっと大丈夫になった。そう、ゆきりかとね、まあまあ仲いい感じです。でも今でももっと仲深めようと思う。ひささんありがとう。いやダメ、もう私ダメ、もうこんなんじゃダメよ私。話し方でもなく、やだやだやだ。じゃ余計な話はしない、もう私はもうそんなに、やっぱダメ、もう私どんどん変態キャラになっていく、もう本当にやだなってる。もう明日のクアトロ清楚系で、でも明日のクアトロなんかワンワンを本気でしないとダンスの先生にペナルティーされるから、明日は頑張る。あ、でも明日配信ないんよ、残念。サルゴさんかわ綺麗、ありがとうございます。だーれ、あ、サラピ。
誤爆もう、いや、やめてくださいやめてください。そう、明日、そう、あ、ダンスの先生に冗談で、そう、明日ワンワン本気でやらないと筋トレ後ろ時だけ2倍ねって言われて明日はちょっとサラピー、そう、体調悪そうだったから LINE 送った、見た あ、やめてくださいね、ワンワンとかやめてください、ちょっとまだやめてください。カーテンプありがとうもうじゃっけ、私だって自分だってさ、もっとやりたいこといっぱいあってさ、もっと痩せて可愛く衣装着たいし、もっと選抜とかだって入りたいし、もっと公演出たいし、もっとなんかいろいろやりたいけどさ、お菓子ばっかりお金使ってさ、全然エステとか行かんくてさ、本当に私はアホですそうなんかな、もうダメね私エステ行こう、エステ行きます。え、でもエステってどうやって行けばいいの？サマト入りたいですよ、私はもうそれを今目標にやってるんですよ。やめてくださいワンワンなんてやめてくださいもしかして、おー、全身誰、あ、リコチ、リコチでしたエステ行こうと誰、あ、リコチでした誰、あ、リコチでしたいや、リコチと LINE で今お話し中誰誰、あ、リコチでしたリコチでしたえ、昨日リコチにね、3週間ぶりに返事した LINE のそう、チコチコチコリー、でもリコチも変態ですよ、リコチは、あ、リコチは変態ですリコチは変態、あら、リコチダメじゃない、早く寝ないと、言っちゃってしました早い、そう、3週間、私 LINE の返事は3週間に1回あって感じです、そう、リコチ、そう、リコチは、リコチとはねそう、リネちゃんともっと仲良くなりたい、そうじゃろ、じゃっけ自分、多分自分と付き合っても3週間に1回しか LINE 返さんけん楽しくないと思う。え、れいかちゃん返し、あ、れいか、ちょっとれいかさ、れいかとさ、れいかちゃんとさ、今日あの抽選で当たるアルバムにれいかちゃん、れいかちゃん、れいかご飯行こうやみたいなことを書いたんですよ、内緒で。そしたられいかちゃんにバレてました。そう、デート行けん。うん。あ、そう、強制してって約束してたんですよ。いや、めっちゃ痛かって、そう、行けんかって、で、なんか次いつ行こうかなーって、もうかれこれれいかちゃんと全然話してないです、もう。早く行きたいんですが。1週間に1回、え、余裕、え、でもマネージャーさんには毎日返したら返事、偉いでしょ偉いでしょ、そう、もうなんかその高校の先輩の人の LINE もう2ヶ月放置してるいい加減返さんといかんなんだけど、なんか
めんどくさくて返してない。レイカちゃんの写真は1年前ぐらいの写真。そうよ、マネージャーさん、そう、返す気ないです。もうなんか気づいたら2ヶ月経ってました。そう、すごい時は半年ぐらい放置してたというか、半年ぐらい返事するの忘れてて、で返したらびっくりしたって返事が来たことがある。寝ようかな、お風呂入らないと。そう、え、でもさ、お仕事はちゃんとしとりますよ、もちろん。なんか LINE のコメント欄を長押ししたら見れるじゃないですか、既読つけなくても。あれあれを活用してます。はい、じゃあもう私はもう明日から世俗系キャラになろうかなって。神よし。賢いだろ。風呂入ろう。あ、めんどくさ。わあ、こういうのがよくない。わあ、お風呂大好き。今日は何のシャンプー使おうかな。あ、お風呂上がったら化粧水とパックと乳液と美容液つけないと。あとマッサージもしない。明日公園だからマッサージもしないと。あ、清掃。ノクさん、こんばんは。あ、あとボディクリーム塗らないと。あー、めんどくせえ。お風呂だるいよ。大っ嫌いお風呂、嫌い、めんどくさいお風呂だるい。ボディクリーム塗らないとけよ。もう私さ、ボディクリームに塗らないから肌がカサカサしちゃう。お風呂嫌いなんですよね、めんどくさい。ボディクリーム塗らないと。ちょっと明日公演だからボディクリーム塗らないと。そう、お風呂は嫌い。枕変えてないです。枕変えてないからニキビができました。こことね、ほら、こことね、あ、こっちちょっと治ってきたんですよ。もう枕洗わなくてこれニキビできた。もうやだよ。しかもほっぺとかニキビあんまできんのに2個もできた。やだ、変えないとめんどくさくて変えてない。お風呂はめんどくさいですね。お風呂はだるいから嫌い。パックしないと。パックして美容液塗って乳液塗ってちょっとマッサージしようと。マッサージしようと。お菓子のせいかな。あ、最悪。お風呂めんどくさいよね。パックなんてね、もう何にもしてないです。もう、あ、今私一応化粧水は塗るんですよ。一応なんかスプレーのベーってやって終わりなんよ、いつも。パックは本当にあんまり、たまにするぐらい。マッサージしてるメンバー、え、みんなしてる、私だけだよ。リファっていう高いやつがあってみんな持ってて、私持ってないから、どうしよう。もう眠い、今寝たい、このまま。お風呂めんどくさい。だってほら、あ、もう明日、今日お風呂入らずに明日このままで公園出ようかな。
ちょっと髪の毛に自然なツヤを与えてくれるから。でも髪の毛って毎日洗わなくていいって雑誌で書いてましたよ。だから明日このままもう、あそう、あこのまま明日公園出たらメイクも明日しなくて済む。おー、自然な髪の毛にツヤが出る。そう、あいいですね、明日初週かな、いいね、ドロー、もうメイク明日せんで済む。なんか髪の毛1週間でいいですみたいな。保湿の大切さに気づいたね、よく雑誌とか書いてある。もう公園の前のメイクがめんどくさい、やばい。ボディークリーム、いつもボディークリームはね1ヶ月に1回ぐらいしか塗らん。ナチュラルに保湿、結局天然の皮脂が一番じゃけいいかな。めんどくさお風呂。あっ、いいこと思いついた。握手会があった、始まったら一日お風呂に入ってない日とか作ったらどうかな、完売するかな。でも変態ばっかり来そう。シャワーだるみ、女の子はねめんどくさいんですよ、いろいろ。絶対ケントル、あ本当、え完売するかな。買う、ちょっとやってみようかな。ね、まあマネージャーさんにはちょっと内緒で、あ売れるかな、えちょっとやってみようかな。お風呂入ってない日とかどうかな、ちょっと完売するかな、感謝が出るかな、やってみようかな。やってみようかな、でも変態ばっかり来そうだな。あ変な方向に行ってる。お久しぶりだ、久しぶりすぎる、モンチッチさん。感謝、買う本当に、いやちょっと臭いかもしれん、あでもまだ大丈夫、うん全然まだいける。まだいきます。遠く、えそれはやだ。まだ臭くない、うん、もちろん握手会の時にやらないと。生きてましたか、まだ臭くない、うん、変な気になるから、おいいですね、でもうん。私なんかお風呂がめんどくさくて3日間お風呂入らんかったことがあったんですけど、1回だけちょっと臭かった。ちょっと臭かったです、うん。1日くらいは多分いける。キャロックニさん、ヤッホー、明日アクリル板がある、そう、さすがに3日間ちょっと臭かった。3日間はちょっと臭かった、頭が。でも脇は多分いける、脇は頭、問題は頭。うん、脇はまあ大丈夫なんですが、うん、頭がちょっと臭かったです、3日間入らんかったら。そう、いやちょっとそれは嫌だ。3ヶ月、そうでもさすがに STU 入ったから1日に1回お風呂入るようになりました。だよね、3日間さすがにあれはやばかったな、まあ、今日はもうお風呂入らないと。うん、頭はまたシャンプーの匂いがするね、大丈夫。そう。本当はSTU入って入らんかったらもうどん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 
なんか女子を捨ててました。何時今35分。ねえ、女の子は大変だよね。女は大変ですね。私は次生まれ変わったら男の人がいい。いやいや、1日ぐらいシャープ、めんどくさい、だるいよ、だるいよ、入りたくないよ。ああ、いや、まだいけるか。ひげ剃りは確かにめんどくさそう。いやいや、女の子はめんどくさいよね。ね、女の人、女の子はめんどくさい、だるい。いやな、いやいや。明日帰ったろ。女の子はね、だるいだし、いろいろもうめんどくさくても、女の世界はめんどくさいですもん。私は 男に生まれたかったです。でも男に生まれとったら足湯入れてないから、ね、めんどくさいよね。もうめんどくさい、毎日化粧するのもめんどくさいし、寝癖直すのもめんどくさいし、もうめんどくさい、めんどくさい。そう、なんか STU、 なんかそう ST、 なんかアイドルってそうドロドロしてるんかなとか思ってたんですけど、全然学校の女子の方がドロドロしてる。 STU は本当に全然びっくりするぐらいドロドロしてなくて、学校の女子の方がドロドロでした。永久だと思う。でも自分毛薄いんよ。自分さ、そうラッキーなんですけど、私ね毛が薄いんですよ、ラッキー。やめよう、もうやだ。そう、 SU は全然ドロドロしてなくてよかった。そうラッキーでした。産毛はさすがにあるよ、さすがにそれは入ってますよ、それは。だからそこはちょっとラッキーだったかなって。え、だって私は悪くない、だって永久脱毛とか言うから。そう、知りません。さすがに産毛はあるさ、産毛はある。そう、ひげも生えん、顔の産毛はあるけど、ひげは生えないです。そう。あ、また今日の配信でファンの人が30人減りました。はい。ね、でも毛はめんどくさいですね。ひげはさすがに、なんかここら辺とか、ここら辺産毛があるけど、ここは生えてない。な、ここら辺もう産毛がある、減りました。ホルモンバランス、大変だ。いやいや、あ、やだ、今日もうさ、お話し会でさ、なんかこう話し会しとってさ、もう話し会しとって、今日何でもするよりんこだったんですよ。で、ある方にチューしてくださいって言われて、私ファーストキスまだないよってか言いよったら、周りの人に笑われてすごい恥ずかしかったんですよ。眉毛あるよ、あ、でも眉毛ちょっと薄いです自分。プーさん、やっほー。そう、もう話し会楽しいんじゃけどさ、めっちゃ周りに笑われるけん、いや、あ、恥ずかしいよ。30人減った、悲しい、バイバイ、バイ、あ、ごめん、バイバイ、嫌だ。お、また来てくれるの、いいですね、素敵な人ですね。
とみんなに笑われたが恥ずかしかった。私のファーストキスは普通に考えたらママなんですけど最近はももちゃんと毎日チューチューしてでもリンクやだって言われた。うん、いや、そう、楽しくて好きだけどそれは恥ずかしい、うん、もう周りのこういっぱい並んでるレーンがあって周りの人に「いやもうリンコ何言ってるの?」みたいな言われた。理想のファーストキス、ちょっと野暮なんですけどドライブデートに行って夜景を見ながらちょっと理想です。はい顔出しは2時なの。あら夜景のところとかちょっと理想ですね恥ずかしい。そう、海もいいですね。海のいや、やっぱ夜がいいし、夜です。そう自分ロマンチストですよで、いや、どういう、いや、あ、自分助手席ね。そう、自分ロマンチストなんでそうやだ、星が綺麗なとこ、星とかそう夜景とかいいですね美味しいご飯、あ、ご飯、でもご飯食べた後はちょっと私強制してるんでちょっと嫌かも。ご飯食べる前がいいかな。でもご飯食べる前にチューしてもちょっと汚いですね。汚くはないか。ちょっと、なんだろう。わかんない。寝る。そう、ちょっと汚いかも。ご飯食べる前にチューはちょっと汚いかな。いや、わかんない。あ、くちくちくちもんなみ。そう、でも自分、でも。二郎系ラーメンデートとかしてみたいかも。そう、ちょっと強制してからさめっちゃ歯磨きするようになったんよ。もうすごいさ詰まったりして大変なのよ。だけんそう、でもちょっと、でもチューした後にちょっとご飯はちょっと、いや、ブエってブエってなりそうで嫌だ、やめよう、やめよう。はい、おつかりんこ、あ、来ましたね。なんか、いや、無理かも、私無理かも、やばい、私チューできんかもしれん、無理かも、ブーってブーってなりそうでチューできんかもしれん、不思議。なんか無理かも、リアル。なんかももたんとはいくらでもチューできるんですけど、人間無理かも、人間とチューはできんかも、私ブーってなりそうで無理かも無理かも、私やっぱチューダメだ、ダメでした、私人間とチューできん、はあ、無理だ、無理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 、やっぱ無理無理。ももたんといくらでもチューしてる無理だ、汚い、やめよう、無理かもしれん、なんかって口ってデリケートだからほんとおえってなりそうで無理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 、やめよう。うん、ももたんはいくらでもできますよ。ももたんのお口いい匂いがするから
やめよう、やめました。そう、もうやっぱり私犬がいいです。最近、そう話変わるんですけど、最近坂上忍さんにハマってて、私めっちゃ可愛いんですよ。坂上忍さんのブログ毎日見てて、 YouTube も見てて、可愛いんですよ。やっぱ犬だなと思って、なんか人間無理だなと思いました今。そう、坂上忍さんはいっぱいワンちゃんとか猫ちゃんを飼ってて、そうこなんか、そうバイキングとかに出て、やっぱ人間無理だ。人間手をつなぐのは言えるけど、人間無理、やっぱ人間無理でした。そう、やっぱ犬ですな、犬なんよ。本当に犬は可愛い。なんか人間無理なんよね、どうしよう。恋人つなぎ、それはそれはね、あれですよ、それは落ち編をされたんですよ。そう、めっちゃ言われるそれ。手は OK なんですけど、それ以上はちょっと無理かなって。犬となら何でも生きる。もう本当に可愛いの、犬は優しくて可愛くて最高の動物。私の悪質が恋人つなぎですよ。ね、あのエディオン恋人つなぎでしたもん。実は違うんですよ、あのね、私のそのエディオンの時の握手会のメンバーが、そうなんかつるメンバーばっかりで、私全然つれんかって、それで嫌で泣いたんですよ。そう、人間は嫌いですね、人間はちょっと私は無理。さあ、ももちゃんだけだよ。あ、なりました、あですよね、あですよね。無理なさらずに頑張ってください。ありがとう。そう、あ、りねちゃんとか、私無理で、もう無理だったんですよ。でもうーってなりました。犬の着ぐるみ、いやいやいや、なんか無理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 、人間はちょっと無理だ、ね、今思った、今頭の中で人間とチューすることを考えて無理ってなった。そうそう、サラピがすごい励ましてくれたっていう。そう、そう、釣れなくて泣いたんですよ。なんかみんな好きだよ、また会いに来てね、また来てくれたのとか言ってるけど、私はなんか、ありがとう、推し変するなよみたいなばっかりで、もう私はダメだってなってました。弟と中、さすがないです、さすがに汚い。汚いです。そう、それがなんかいつの間にかなんか恋人つなぎが嫌で泣いたって言われて、違うのに、そうね、すごくって、私無理だね。そう、サラピは優しいですよ、私リンコも優しいです。そう、それがなんか勝手に握手するのが嫌で泣いたんですかって言われて、そう、私も優しいよ。リンコも優しいです。で、
の？サーピア最初オーディションで喋った時に、そうちょっと怖いかなと思ったんですけど、いつの間にか仲良くなってました。うん。そう。部屋片付けてさすがにないサラピの部屋は何回か行ったけど、自分の部屋にサラピが来たことはまだない。サラピはそうクラスのカースト上位って感じするじゃないですか。で、まあ、私はもうあの下位だったんで、はあ仲良くなれるかなと思ったんですけど、なんか気づいたら仲良くなって一緒に遊んだりしてました。そうそう、でもサラピアオーラがすごいから、美人でなんかすごいオーラがすごいから、もう仲良くなれるかなって思ってね、羨ましい。私もカースト上位になりたかった。でも自分中学生の時になかなか上位だったんですよ。でも高校入ってからなんか下位の下位まで落ちちゃってうん、同じ芸人あ、芸人かい、そう高校デビューとか、まず高校選びは私はミスった。もう高校選びは私はミスったんです。ちなみに覚えてるさ、すごい久しぶりだなってはい高校はその日に適当に決めました適当に、なんか進路の紙を出すその締め切りの日に決まってなくて、まだ放課後にいろいろ高校を友達と一緒に回って、もうここでいいやってなってそこにした。第一希望そこにして、で私立と公立受けたんですよ。で第一希望が公立で、第二が私立だったんですけど、どっちでもいいかなって感じだったんですけど、そう奇跡的にどっちも分かって、そう結局ずるずると行っちゃったっていう。そうやりたい、友達を付き合わせた、そうやっぱいや、そうでって感じでしたけど奇跡が起きたんですよ。どっちでもいいかなと思ってて、適当に選んで適当に受けました。そしたら最悪だったっていう感じです。重要ですね、私立は高いから。でもなんか弟、そうなんか弟とかがさ羨ましいんです。私は弟が結構今高校大変そうで、私は羨ましいです。そう STU は、でも STU も最初一期生オーディション応募したのも成り行きだったんですけど、2期生オーディションは割と決意して受けたかも。普通になんかなんじゃろ、なんかなんて言えばいいんかな、まあ卒業できてきっかなんか親に、何時今、そう親になんかそう受けてみればって冗談で言われたのを真に受けて受けたっていう感じです。あ眠い。それで
ミキスオーディションの締め切りの日にオーディションがあることを知って、うん、急いで写真撮って送ったって感じ。どうだろう。でも自分はもっと動画に生まれたかったし、自分のもうちょっと目を大きくしたなりたかったし、うん、もうちょっと色白に生まれたかった、色白の儚げな感じに生まれたかった。そう、あ、前髪が大変なことになってる。弟、色白に色素薄いところに日焼けしたら絶対いい感じになると思う。あれる、あれ、あのあとね、なんだっけ、あとね、そう最近ね、そう風呂入ったらジムシンが出るんですよ。もう嫌だよ、体質が嫌い自分の。そう結構いい感じ。でもお父さんが結構いるし、色白いんですけど、お母さん肌の色お母さんだから、そういうなんか温度差みたいな感じで、うん、お母さんはでもなんか自分モンゴルの人みたいって言われる。私モンゴルの人かも、日本人かな私、え、私日本人なんかな、なんか私もモンゴルの人みたいって。2期生、みんな白いから、なんか私ね、モンゴルかもしれない。なんかモンゴル、モンゴル日本人なんかな私。そうな、なんかモンゴルみたいだね、モンゴルみたいだなって自分で思う。本当日本人、日本人顔ってあんまやったことないから嬉しい。そう私モンゴルかも。そうそれ寒暖差アレルギー、私はモンゴルかもしれない。でもなんかだってなんかなんか知らんけど、なんか私の親戚みんな日本人顔じゃなくて、なんかおじいちゃんフィリピン人にすごい似てて、もう一人のおじいちゃんは台湾人みたいな感じで、でお父さんイタリアでしょ、お母さんもね、お母さんは日本人顔かな、そうだから私日本人かなって思って、お父さんはね鼻だけイタリア人です。あ、お父さんなんかあれですよ、あの人にすごい似てる、誰だっけ名前忘れた、あの有名人にお父さんめっちゃ似てるんです、人がいるんですけど、ちょ日本人かな私、弟はねカンボジア人の人みたい。本当韓国は言われたことない、中国とモンゴル言われる。そうお父さん鼻がイタリアです。ね、あのね、あんな人ですよ、チュートリアルの徳井さんに似てるなって自分はもう似てる、あ、いや、チュートリアルの徳井さんをとね、あとね、もうに一番似てるかもしれん。そうすごい、そうそう濃い、お父さん濃いです顔、でもお父さんに顔にすごい似てる、いやいやいや、なんか顔、目の感じとか髪型も同じだし、そう
あ、終わらないと。本当に嬉しい。もうそうです。でも私韓国にいた時チャイニーズって一回も日本人って言われんかった。さ、チャイニーズなのかもしれない。あとお母さんに「お前はモンゴルで拾ったんだよ」って言われる。なんだ、見たことない外国語が。明日は配信はどうしようかって感じです。だろ、もうモンゴル行ったことないけど。そう本当に。でも、もう私はもう明日は清楚系明日から清楚系になりたいと思います。はい、なので今日の配信で引かないでください。明日の公演終わった後に私の意識があれば。はい、お風呂多分お風呂は、まあ じゃあ男女を見ます。13位、しわいさん。あ、消えた。12位、あ、ケイタ、コウタさん。11位は青鬼くん。10位、ランドセルお兄ちゃん。9位、ゆうきさん。8位、さしなゆいさん初男女。7位、佐野さん。6位、りゅうへいさん。5位、リボンカッチューさん。可愛くってありがとう、ゆくらぼくさん。で、誰かわかんないけど、4位、リンコの唇ファンさん。誰、あなたは誰。3位、栃木のスーさん。1位は